こんばんは。今日は簡単な桜を描いてみたいと思います。最初に桜を描きますね。だいたい桜の花はハート型のイメージで描いてください。今日は大きく3つのお花を描いてみます。ちょっと動きがあるように、描いています。次は花芯なんですが、先に黄色で、これはもう潰れてしまっていらなくなった筆です。こういう筆を1本置いておくのもいいですね。これで先に花芯を入れますね。そして昨日のアジサイの時も使ったのですが、アンギュラーという筆です。斜めにカットされているので、使い方によってすごく描きやすいです。今日はこの筆で葉っぱを描きたいと思います。桜の花が咲いている時は本当はそれほど葉っぱはないんですよね。だからイメージとしてはあまり大きな葉っぱじゃないんですね。この筆、置いてスッと滑らすだけで葉っぱらしい線ができます。すごく簡単です。もう一度いきます。置いてする、簡単に葉っぱがかけます。最後にこの辺にも入れておきます。そして今日は用途用途に合わせてだいぶ筆を変えますが、桜というと真ん中の花芯も割合目立ちますよね。
細い線で花芯を描きますね。この線もまっすぐよりちょっとカーブしている方がいいように思います。これで桜の出来上がりです。